皆さんこんばんは3月9日水曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です当番組は二千人会友の会協賛広告広告主 SOW TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております改めましてこんばんはキャスターの井上隆ですはいこんばんはキャスターの島袋智文ですよろしくお願いします 1>, 1月、2月が終わって、もう3月ですよ、早いなぁと思いますしす、ね、もう世界情勢もちょっと緊迫してまいりましたので、ね、な、うんも<う>かこの1週間、2週間、早く感じたっていう人も多いんじゃないかなと思います。<ー>はい、でですね、まずですね、あのまあ、中国会計局の領海侵入の,あの数なんですが、<ー>えっと、海計保安庁さんのホームページから取らせていただいている画像になります。はい でこれ3月8日まで昨日までの分ですねで接続水域は入っているんですが了解侵入は今のところないということになっております。で接続水域に8日入ってて延べ32隻了解侵入はゼロとなっているんですけども何のために接続水域に毎日来ているのっていうのと了解侵入があるの ことを前提にするのがおかししいいいいんんじゃないかっていうととうこころろ突っ込んでほあります,すじゃあやはり、まあ今回のはウクライナ問題で多く結構あの評論家の方でもあのこのウクライナがにロシアが侵攻すれば、まあ、中国がそのタイミングで攻めてくるっていう台湾侵攻もあるんじゃないかって言われてたけど、まあ、中国がここに来て動いてないっていうことはかなり慎重に動くあれだなとは思うんですよね。 だから中国としては動いてこないっていうのはやはりこの政治的このやはり中国のこの皇子様でしたなんか孫子でした、うん、この兵法で戦争をしないで相手の国を取るっていう戦争をしないで勝つっていう、はいはい、そういう作戦にやっぱり出てるのではないかともちょっと思うしやっぱ沖縄の、まあ、政治家も中国寄りの方が多いので、まあ、日本もそう。 まあ、もちろんあの日本全体そうなんですけど中国の政治より中国よりの政治家が多いんですけどやはりこういうですね中国にこういう作戦に乗らないようにしてほしいなと思いますね、はい、やはりこういう政治的な感じで,で日本を手に入れようとしてるんじゃないかって思いますね、はい、やはりこのまあ全てす全てに,にあの目を配ることはできないですけども、はい、でも どういう状況をにしようとしているのか、そこを読み解いていくことはとても大切なので。やはり、まあ、領海侵入がなかったからよかったね。で、終わるんやって、領海侵入がないってことは。はいつ来るかわからないから、ちょっと備えてないといけないなとか。また、そういうところに意識を向けていかないといけないのかなとは思います。はい。はい、まあ、もう、ね、ウクライナのところもありますし、そこも気にしすぎて。この尖閣諸島のところをおろそかにしてしまうと。 そのタイミングで来られてしまうこともあると思いますのでぜひぜひあの広い目もう視野を広げてあの見ていただきたいなと思います。はい、じゃあそれではまずあの本日のテーマを紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、それでは本日のテーマ「被災地は今東日本大震災から11年」で「島袋智文の人文講座」コラムですね。でタイトルとしまして「 台湾有事日本はスウェーデンに学べ男女平等が皮肉の結果にクォーター性の弊害、はい、こちらの3つであの進めさせていただきますでまずはですね被災地は今東日本大震災から11年ということでなってるんですが実はあさってあの3月11日がちょうど、はい、もう東日本大震災から11年になると。はい うところもあります,ででです、ね、去年でしたがねあの、まあ、国からの主催の慰霊、まあ、祭がなくなったりとか、まあ、地域によっては、まあ、コロナの関係で自粛しているところもあったりとか<ー>いういろいろな状況がある中でやはりこれってものすごく、ね、大切なことなのでいま一度学んでいくべきことかなと思います。でまたここの11年ということは 普通に考えてですよあの高校3年生が18歳なんですよ。<ー>で考えたきに11年前って言ったら7歳小学生上がったばっかぐらいなんですね。ってことはもしかしたら今の高校生3年生より下は記憶にないことの可能性はものすごく高いことなんですね。そもそも生まれてない子もいらっしゃるっていう年月が流れておりますのでやはりこれですね伝えていく人。 が業に業にあの後ろに本来は行かないといけないけれども,もう知らない世代が,があの今から制限してくる時代になってくるのでやはり今一度ここを伝えていく方法を考えないといけない節目に来てるんじゃないかなと思って今回あのお話をさせていただきたいなと思っております。でですね、あの今回ですね流中新報さんが今日ここのの間からこの被災 今とということでシリーズ化をされてておりましてで今日今回4日分あの準備させていただいたんですけれどもで今この6日の方を見ると下側に「避難なお3万8,000人体験継承に不安も」って書いてあるようにまさに先ほど紹介したように伝えていく方々が、ね、本来若い人がいないといけないけれどもその若い人たちが,がね 体験していないから伝えられないっていうことも増えていくのかなっていうところかなと思います。でますよねでまた被災にあった時の,あの建物の状況とか書いています。で,で翌日とかを見るとですね実は福島の今っていうことで原発もあ<ー>あの合わせて。 あの問題になりましたのでそれについてもちょっと書かれているっていうところです。でやはりこのもともとこの福島自体も地震はあったけれどもどちらかというとこの原発の被災の方が大きかったのかなっていう印象を受けております。で8日とかを行くと、まあ、こちらは構造的なあの解説とかもありますので。 まあ、気になる方はちょっと調べていいたただけたらなと思いま,すまあ専門家ではないのでちょっと解説はできないのであの、まあ、紹介という形で終わらせていただきますがで9日本日のものを見ると、まあ、保存状態の問題もあって剥がれていく床ということで書かれていてやはり被災地を伝えていくという意味合いでは建物を残さないと伝えられない部分もあるけれどもやはり経年劣化であのやはり。 床が剥がれたりとか、まあ、保存ができなかったりということもありますし伝え方がもう本当に問題になってきているのかなという印象を受けておりますどうですか島心さ一応、ね、自分はあのこのやはり被災地にいなかったのでこう状況というのがもちろんわからないんですけどやはりあのこの福島原発の映画を見たときにですね このやっぱり原発自分たちやっぱり便利なもの本当にちょ多便利なものだと思いますけどやはりこの,この未曾有の大災害っていうことでもう今までの想定を超える津波とかが来たわけですよねで原発ああいう状態になったっていう、まあ、そういうのもやっぱりありますからねやっぱ便利の反対にやっぱこの不便丸っていうで相当これで被害に遭われた方も多いということで。 だからあの本当にですねこの日本に対して日本に対してこのこの何てうんですかね防波堤とかですねやはりこういったものをやっぱ強化していくやっぱ必要性はありますよねはい防波堤とか津波がいつでも起きてもいいようにでまたなんか南海トラフとかもなんか想定されてるわけじゃないですかだから本当に今からこ防災に どれだけやはりこの予算をつぎ込んでいくかっていうのになっていくんじゃないですかね。はい、そうですね日本はあの島国と言われていてどうしても海が面している部分が多くて地震が来るとどうしても津波も一緒にセットであの行われなる傾向がありますのでどうしても津波の,この地震自体この建物の強化も必要だけども津波の対策もどうしても必要な国でありますのでやはり。 ですね、どうしても人命を守るためにお金はかかるけどもこのお金で人命が守れるんだったらいいんじゃないかなとは思ってますしでこの津波とか未曾有の状況だったって想定してないことだったって言ったように実際に自分この地震があった日仕事やってたんですけども会社の方からすぐ放送で全員来てください浴場に来てくださいって言われてで地震が起こったからって言われて。 で,テレビで放送されてたんですよの津波状況、はい、でで後輩の子がその映像を見て「映画かな?」っていうのを言われたんですよ「うんすね、いや何言ってるこれ休憩だよ」って言って<ー>もう本当に映画かなと思ってしまうぐらい<ー>普通の人の状況の想像を超えていたっていう段階だったのでこれをやっぱり伝えていく方法は難しいのかなと思ってて映像だけを見せてしまうと、まあ、いわゆるトラウマと。 言われるものになってしまう人たちもいたりするので、やっぱり伝え方っていうのはものすごく大切になってくるのかなと思います。うどうですか島黒さん。そうですね。一応あの一応っていうかあのこの私がですねや、やはり印象が強かったのがあのこの防災タワー防災タワーというのはあの当時この東日本大震災が起きたときにこの避難を呼びかけていた。 女性の職員がですねちょっと亡くなったっていうことであのみんなに「逃げてください逃げてください」って言って自分がやっぱ犠牲になってるっていうのはまあこういうことも本当に命がけでいろんな人を守ったんだなっていうなんかそういう本当に生き方っていうのは自分たちもやっぱ学んでいかんといけないんじゃないかなと思いましたね。ははいやはりこのまあ11年 まあ僕,らの僕らの世代だったらまあ成人して仕事もされてた方多いですけども小学生はもうほとんど多分11年なのに小5ぐらいだと思うんですね。なので小6の方も生まれたばっかりだったりとかするわけでどうしても小学生世代はもう知らない世代になってしまう時代になってしまったっていうところを踏まえていってどうやって伝えていくか。で映像だけでも 伝えるのもも大切だけどもそれだけけそれで伝わらないこと,もあるとまあ伝え方がものすごく難しい状況にはなっているのかなと思うので,で私当時何もできなかったのでこの伝える立場になったようやはりこの状況があの伝えていかないといけないんじゃないかと思ったら、まあ、この変わり目に来てる節目に来てるのかなと思ったら今ちょっと考えてもらいたいということであの、まあ、今回お話をさせてもらったというところになります。10年目ですか10年11年,年,あ11年ですか、うん もう10年を超えてしまったので<ー>どうしても節目は超えてはいるんですけどもただこの震災だけにとらわれてしまうのもまあ問題なところもあるかもしれませんけれどもでもこれを、ね、元に防災意識を高めていってよりよくあの被災が増えないように今後の、ね、多くの人たちの命が救える状況を作れたらいいのかなとは思います。 まあそうですねやはりこの沖縄は一応あんまりこういう自然災害は少ないというのもありますので、まあ、沖縄は、まあ、もしこういう本土が被災された時はもうまあ沖縄にどうぞ避難してきてくださいというぐらいのやっぱスペースもやっぱ確保した方がいいのかなとは思います、ね、本土はもう頻繁にさっきも言ったように何回トラフも起きるかもしれないと言われてるじゃないですか。 だからちょっと危険な状態でありますよね、はい、やはりあの震災のあとぐらいは沖縄にあの被災されたということで避難してきてる方々もいっぱいいましたしでもしかしたらまだままだだいらっししゃるかもしれませんで先ほど新聞にもあったように3万8,000人はまだまだ避難してるってことですのでまだまだ実は終わっていない問題であるっていうことを今一度認識してあのできるところから協力していってあのやっていけたらなと思います。 じゃあ、じそれでは次のテーマに、行きたいと思います。はい、それでは、次のテーマはですね、コラムとしまして、島倉智文の人文講座となっております。で、台湾有事の日本はスウェーデンに学べということになっております。それでは、コラムよろしくお願いいたします。はい はいどうも皆さん、こんばんは。島袋人文講座のお時間です、はい、今日は聞き手の伊波豊さんになります。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、はいえーと、台湾有事は日本はスウェーデンに学べというタイトルで始めさせていただきたいと思います。はい、で、さあやはり最近ですねあの、ウクライナ問題があったということでですね あの日本もです、ね、非常に深刻な状態ではあります、はい、日本もいつ中国に攻められるかわからないということでもあります,、はいでですね、あの今日です、ね、この本からあの紹介させていただきたいと思いますあのラストエンペラー習近平からですねでこの方はです、ねまあ、エドワード・ルトワックさんでアメリカ戦略国際問題研究所上級顧問戦略家歴史家 国防アドバイザーの方ですね、はい、でこの方の本から紹介させていただきます。はい、であのもうす早速です、ね、台湾,と台湾問題にです、ね、移らさせていただきたいと思います、はいで。習近平なんですけど、習近平国家主席はです、ね、台湾に対してです、ね、いつでもあの占領できるとも言われております。はい、でですね だけど、いつでも占領できるとは言,わ言っておきながら人民解放軍はそういった動きをまだ示し,、ま、だ示してはいません、はい、それはです、ね、アメリカが,アメリカがです、ね、強力なアメリカがです、ね、介入してこれば人民解放軍、この揚陸艦をです、ね、台湾に着上させ上陸させることは不可能だとこれは分かっているからということではあります。し、はい、しかしですね アメリカあの中国の海軍のパトロールはですね、常にまあ台湾海峡をですね、回っているということでもあります。だから脅威としては、脅威は収まったわけではありません。はい。で、中国政府はですね、北京政府は、同活もしてますあの。台湾のですね、公安関係者にですね、まあ、今すぐ事実を認めろってこの。このままあの台湾、台湾がこのままの行動を取れば、愛国者じゃないとみなし、 統一を果たしたときにあなた方は真っ先に処罰の対象となると北京側について働けアメリカはどうせ助けないと恫喝をしておりますはいでですねこれに対して日本とアメリカもですね強い共同声明を行っておりますはい去年ですね、まあ、記憶に新しいと思いますがバイデン大統領と菅首相の間にですね 安定の重要性を強調し両岸問題の平和的解決を促すとこれを声明で発表していますはいこれはですねあのまあビクソン大統領と佐藤栄作以来と言われている佐藤栄作首相以来と言われておりますはいだそれぐらい強い声明だと、まあ、この方も語っておりますはいがしかしですねあ日本がですねもしこの 台湾がですね、中国が攻めてきて、日本はこういう軍事,軍事には参加,参加しませんとか、こういう行動を行ってしまえば、まあ、日米同盟は、ま、もう間違いなく破綻するとも言われております。はい。でですね、あの、日本、中国が北京を統一を果たしてしまえば、どうなるか、これはですね、日本にも大,災大損失が起きるとも言われております。東京株式市場は大暴落で、 自然大災害級のですね富が失われてると失われると言われておりますはいこれやはり台湾海峡とかよくこの運搬やっぱりいろんな台湾海峡を日本の船がやっぱ通ったりするということでもありますよねこういった問題でも日本は経済的なダメージも大きいということですはいで日本がですね 日本はですね、がしかし台湾とはですね国交は結んではいないんですよ、国交は結んでいないがしかしこの中国とは国交を結んでいるので、まあ、私たちはもうあからさまにも台湾を支援しますということはであからさまにもう中国を敵視するような発言はできないとも言われておりますがしかしですね、日本は中立な立場でですね台湾をですね援助しないといけないんです。はいままあそれをですね、ま、たこの このスウェーデン、このフィンランドとかの方、とこにちょっと学んでいきたいと思います。はい。東西冷戦時代ですね。東西冷戦時代の話に移らせていただきたいと思います。はい。で、フィンランドとまあソ連ですね。今まあソ連って言ったらまあロシアなんですけど、ロシアは今今もこっちウクライナに今侵攻してるってことで、まあ、こっちもまあ、フィンランドも隣なんですよ。ロシア連邦。ロシアの脅威ってあるんですよ。そうまあ、東西冷戦時代ですね。 ソ連、ソビエト連邦時代、この、ロシもうソ連がイケイケの時代、ロシアがもう強大な国、国の時代ですね、いつでもフィンランドに攻めきれるような状態なんですよ。まあフィンランドとソ連の間でも、まあいくつか戦争を行ってるみたいではありますけど、フィンランドはですね、このやはりですね、この東西冷戦時代ですね、1944年、ソ連とフィンランドの間に平和条約が結ばれてるんですよ。 まあ平和条約結ばれたからまあロシアは攻めてこないだろうっていう考え方ではないんですよね。いつ侵攻されてもいいようにですね。まあ国防の方はしっかりしようということで、徴兵制度もです、ね、しっかりしてですね。徴兵制度を敷いて、それで陸軍の方はどうにかなったんですけど、空軍の方までには空軍の方はうまく手が回らなかったということであります。はい。で、この隣の国のですね、スウェーデンが取った行動というのはですね、まあ、 フィンランドに対して、この二つはですね、NATO にも加盟していないということもあります。はい。で、アメリカとか NATO っていうのは、この二つの国に対してまあ中立的にまあ見ているということにもあるので、フィンランドがまあ攻められたから NATO が出るっていうまあ考え方もあるけど、まあ、出ないっていう、まあ、最近のウクライナを見ててもわかりますけど、まあ、出ないという考え方もありますね。はい。で、だけどこの隣のスウェーデンはですね、 フィンランドに対して、まあ見えない軍事同盟ということで、対戦車砲を供給したりとかしてるんですよ。対戦車砲を供給したり、また空軍のですね、過剰な空軍強化に行っております。はい。で、スウェーデンはですね、至るところに航空基地を作りですね、航空基地を作ったり、また高速道路がなんかいつでも滑走路になるように、立地、離発着できるようになっているということでもあります。はい。これはなぜならば、 東西冷戦時代、ソ連からの攻撃を攻撃を分散させるためだと言われております。はい。で、これはスウェーデンはですね、自分たちの国を守るためではなく、もちろんフィンランドを守るために、これは行っているというを言われております。はい。で、フィンランドとスウェーデンの北部、この国境地帯にはですね、スウェーデンの 衛星精鋭部隊もです、ね、あの配備されているという,ということで,です、ね、これはです、ね、いつでもロシアから攻められてきたときにこう流れを防ぐためだとも言われておりますこのスウェーデンはです、ねはい、でこれをです、ね、やはり日本はです、ねまあ、同様にです、ね、あの私の私台湾にこの配備するのではなく、まあ、近くの石垣島与那国島にです、ね、このやはりミサイルと砲とかを配備した方が まあもちろんいいという話ですね。だから最近あの与那国島とかにあの自衛隊が配備されて、まあミサイルとかも、こうミサイル弾薬が入ってるのおかしいんじゃないかとかではないんですよ。これ、これをやらないと中国への脅威にならないんですよ。これはフィンランド自体は今ロシアから攻められましたとかそういうニュースないですよね。だこういったことが強化がされてるっていうことでもあります。はい。で、このロシアを フィンランドでまたロシアから攻め歩いて入れるんですよやはり中国と台湾って海を隔ててるわけであってですね、まあ、その点ではまた台湾防衛をまだやりやすい方なんですよこっちはフィンランドはロシアと歩い,ロシア歩いて入れるんですよ歩いて入ることはできるけどだけどフィ歩いて帰ることはできないんですよこれはなぜならばフィンランドはもう歩いて入ってきたらもう一人のらず殺害をするという ことでもあります。ロシア兵をですね。だからこの辺は国防がやっぱりちゃんとしっかりまあされてるっていうことも、強化されてるっていうことでもあります。はい。でですね、この方がですね、この著者の方がですね、あの、ちょっと心配しているっていうことがあってですね、これはですね、あの、台湾、まあそうですね、台湾にですね、40年間の間にですね、何度も何度もなんか行くそうなんですよ、この方。で、あの、台湾の ちょっと,あのちょっとまあ批判的な感じで、まあ、国防意識がちょっと薄れてきてるっていうこととあのやはりあのこの台湾ですね前まであの徴兵制度が2012年までは徴兵制度だったみたいなんですけどそれから志願兵にな,志願制になってしまったっていうことがちょっと残念ということと。 あとやはりです、ね、ちょっとアメリカの真似ばっかりしてるということで、まあ、空母を買ったりとかこういう兵器を買ってアメリカのちょっとコピーをしているということで、まあ、いざとなったらこういういアメリカの真似をするということはです、ね、こういう兵器や空母とかいざとなれば何の役にも立たないと言われておりますでどうするかといったらあの中国の人民解放軍が、ね、230万人のうち台湾有事はです、ね、1万人ぐらい、まあ、想定されているみたいなんですけど1万人ぐらいまあ来るんじゃないかという。 これをです、ね、やはりあの防ぐためにはですねあのやはり今からまあ徴兵制度を行い、まあ、90日間を訓練をしてですねであのこのス,スウェーデンがあのノルウェーに対して対戦車砲とかをまあ供給したみたいにですねまあ対戦車砲もあのちょっとやっぱり、まあ、みんなネットで調べたらわかると思うんですけどこういうタリバンとかがなんか持ってるやつですよねあこういうのとかもやっぱ肉体をやっぱ強化しないとやっぱできないわけであってですねこういったのもですね あの対戦車法を持たして、まあ、中国のこの揚陸艦がです、ね、近づいてきたらこれでぶっ放してボン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 打たせるっていう感じでやっていけばまあ大丈夫だろうという、まあ、感じでもあります、はい、で中国,の中国がまた上陸してこれば一人に対して20人ぐらいで囲んでからもうやるぐらいの気持ちでやらんといけないっていう。 はい、で中国の人民解放軍の上陸よりも台湾の軍,の軍が上回っていれば絶対に防げると言われております。はい、で、本当にです、ね、アメリカにです、ね、頼るのはもう核の抑止力だけでいいだろうということも言われております。はい、でやははりです、ね、この皆さんこの番組 もう見られてる方はもう分かるとは思うんですけど、まあまあ、スイスの方もやはり国防がやっぱりこっちも個別的自衛権といって,言って、まあ、どこにも属さないっていうじゃないですかこの NATO にも入ってないっていう EU にも入ってないっていうことで,でスイスもやはりですねこの国防がやっぱりしっかりしてるっていうこともあってですね150年間戦争がないといととうことも言われております、はい、だからいつでもまあ戦争ができるような状態をまあ想定してシミュレーションしておくっていうことは非常に大事なことで。 まあ私もです、ね、最近、ウクライナのちょっとテレビ見た、ウクライナ情勢のテレビ見たときに、1か月前はいや、ロシア攻めてこないよ、ロシア攻めてこないよとか、なんかそういうことをあのウクライナ国民は言われていたので、まあ、自分たちも、な一応、これはやっぱり非常にやっぱ相手が攻めてこないという気持ちは非常にやっぱ危険なことなんだなと思ってですね、またちょっとこのお話をさせてもらいました。はい、では,今日は、きょうはそうですね、人文講座は、まあ、以上になります。イハーキャスターどうでしたかねはい はいまあ、これを今聞いた感じですけれども、まあ、台湾有事が起こってから行動するのではなくて、台湾有事が起こらないようにするための行動を日本もしましょうという,そう、ね、ことですね。はいはい、なので、今一度、この対策を練られる議員さんを輩出していくっていうのが、やはりまずは大,大,大切なことなのかなと思いましたそうですね皆さん、島袋人文講座以上です、はい、ありがとうございます。 はい、それでは次のテーマに参りたいと思います。男女平等が皮肉の結果にクォーター性の弊害。はい、実はですね。あの昨日3月8日はですね。国際女性デーというものでした。はい、で、そのためですね。まあ、まず、沖縄タイムスさん、はい、一面でこのようにでかくのセットを降りました。 ちょっとこれ後から読みますね。で、はい、で,ですね、あの島黒さんの手元にある留置志望さんも。昨日の新聞なんですけれども。一面で大,大きめに書かれております。性別役割根強くっていうことですね。はい。はい、で、中にも実はいろいろ書かれていて。<ー>やはり。国際的に。男女を平等にしていこうよ。っていうお話。のものです。で。で、タイムさんの。先ほど見せた記事。あの内容。 読ませていただきます。画面をお願いいたします。昨日の3月8日の沖縄タイムスさんの記事になります。男女平等、沖縄経済首位、都道府県ジェンダーギャップ、政治は30位、女性議員ゼロ、13競争。上期大の三浦真理教授らで作る地域からジェンダー平等研究会は8日の国際女性デーに合わせ、各都道府県の男女平等の度合いを政治行政 教育・経済の4分野に分けて分析した都道府県版ジェンダーギャップ指数の試算を公表した沖縄は女性社長が多いなどの理由から経済でトップ政治は30位と低迷し県内41市町村のうち女性がいない議会が13町村に上ったっていうキーになっておりますでちょっと図があるのでお見せしますねでこれを見ると女性の域は鳥取県 教育の1位は広島県、政治の1位は東京、で経済は沖縄っていうことで書いておりまして、で沖縄だけのあのギャップ指数ということで書いておりまして、で行政は16位、教育は15位、経済は1位、で政治が30位っていう流れになっております。でこれを見たときに先ほどの記事になったように女性社鋒が沖縄多いと、それはどういうことかというと実は沖縄って企業 1> 数一位の県であります。はい、そのため、あの企業数が多いということはもちろん男性女性関係なく企業するということなんですね。でその結果、これに書いてある女性社長っていうのが方が多くてっていうことになっております。これではあのさっき先ほどの鳥取県でした。鳥取県があの行政が一位ということはこれはあの官僚みたいな人たちに。 鳥取県の方がなんか県,県庁職員とかが女性が多いっていうことの意味なんですかねで男女比のこの比率がってことギャップがないよっていうこと<ー>、うん、限りなく同数に近いっていうことだと思いますこ<ー>、うん、でこういった同数にしていこうっていう流れでしかもできると女性の方が男性より立場弱いよねみたいな印象でお話をよくされているのかなっていう印象を持っているんですがどうですかこの 子さん的に女性に対してこんな普通の人はあれ人間だから同じでしょってやってる方の多いのかなとは思うんですがそうす一応は自分は、まあ、女性に対してまあ誰にでもそうではあるんですけど特にまた叱ったりとか、まあ、もしあの仕事場でミスとかがあった場合とかありますよね。まあ、女性に対しては まあ柔らかく言うようにな、まあ、誰に対してもそうなんですけど特に特に気をつけて柔らかく言うようにしてますね、まあ、できるだけまあ一応前そうですねできるだけはあの、まあ、2人きりになった時、まあ、まあ2人きりを装うわけじゃないですよ「誰々さん来てください」って言うからじゃなくてたまたま駐車場とかで2人やった時に「あこの間あれちょっとミスしてましたよ」とかあんまりみんなの前でですね いわゆるミスも指摘しとかしないように、うんうん、まあ2人だけで大体言うっていう感じではやってますね<あ>なんかみんなの前でなんか吊るし上げていう女性に対してまあ誰に対してもそうなんですけどまあこうやって罰せたりとかするのはこれ間違いじゃないかなと思ってますね、はい、やはりあのまあ沖縄の場合はたまたま企業数も多くて女性が経済は生きでしたけどももう 他のところ政治が30位とかまあ低いとは言っているんですけどもそもそもなり手がいるのかっていうところもあるんですけども <laughs> まあそこは気になるところもありましてで,でこれ昨日の木々だったって紹介したいじゃないですかで,で今日の木々で今日まあ今からまた画面に出すんですけども竜中神保さん今日のものでこの魚う 高得点でも不合格って書いてあるように。県立級定員男女同数みたいなの書いてあるんですね。これちょっと中を読ませていただきますので、画面お願いいたします。はい、本日の三月九日の入試進歩さんの記事で県立級入試は高得点も不合格定員男女同数が影響保護者から疑問の声。県内に三校ある県立級学校の入試で入試は男子よりも合格しづらい傾向が続いていることが本紙調べで分かった。 女子の方が男子より志願者が多い状況が例年続いているが募集定員が男女同数を基本としていることからあるだ県教,教育委員会は女子が男性を上回る点数を取っても定員の関係で不合になることはあると女子が不利な状況となっていることを認める県立中受験を予定している保護者からは疑問の声が上がっているということで書いておりまして 男女平等で同数がいいよみたいな<ー>平等でしょうみたいなことを言っている方々がいる一方で女性が不利になっているからこれはどうなんだと言ってる人たちもいるという<ー>この現在男女平等でこの定員数、うん、男は何名女性は何名で決めているのに、うん、この成績だから女性が成績が良くても男の定員数を乱さないといけないから。 男より成績が良くても入れ女性はそうです女性のは、ね、落とが落ちてしまって不合格になってしまったってことですよねはいやっぱ本当に保護者の方からやっぱり怒りの声が出てもおかしくないと思うんですよね、うん、男女平等とかなんかこの辺行ってこの辺の整備整備を整えることはできないと思うんですよね、うん、絶対にだから、うん またこの辺はまだ女性が受からなかったからまあ差別だとかいうのももうバカだろうっていうおかしいだろうってしかならないですからね。まず男女平等にするってことをするとこの,このように今回は女性の方が不利だっていうことでなってますけども反対に男性が不利になることもあるわけですよ。で実力主義だけでありますよっていうのも一つの手ではあるんですけどもそうするとこの同数はできない同数ができないってことはジェダーギャップが広がる可能性が あり得るというところを考えたらこれをこの女性のを不合格にしたのこといかんっていうんだったらいやこれ守れないよね現代ンー守れないよねっていうところもあってあ<ー>どうすんのっていう疑問があります。で,でこれ考えてった時にですねそもそも先ほどきょろって言ったんですけども。 なり手がいるかいないかっていうところもあって木々、うん、にもあったように女性の方が応募が多かったっていうところが原えじゃないですか。応募,応募数が男女ともに同じぐらいだってたら同じぐらいになっててもおかしくはないんですけどもどうしても現実的に希望する希望しなが本人の気持ち次第なのでこれはねできないところじゃないですか。 エステとかもそうじゃエスシャンとかも男が成り立ったら変態だろうってしか思われますからねにもよますすからねねそうで極端な話をすると女性のランジェリーショップに男性店員がいていいのかって話になってくるわけですランジェリーショップに働いてたらもとんでもないけど男があの辺付け寄っててもなんかちょっとデパートとかでもたまたま通ってしまってでも気まずいですからね男の人が働いてたら余計じゃないですか うん、でなので、現在ギャップを減らすというのはそれも目指すのかって話業種を別に分けるのかとかこの業況を加味して現在ギャップをなくしていくっていうのか単純に実力指示でやっていくのかもう本当に難しい問題なのかなって答えはないのかなとは正直思ってはいるんですけども。このとうとうめの継承つってからまだ まあ確かにお正月とかそういう時には女性がよくもう家事とか働くなっていうのはあるじゃないですか、うん、確かにそれは分かるんですけどけどお自分はですねこれ,はだからこれはこういうのに対して男も手伝っていいと思うんですよ男を酒飲むだけってこれ,をこれはちょっとなんか男がちょっと威張ってるなと思う酒飲むだけっていうのはだ男も手伝ってまあ一緒にお酒を飲めばいいんじゃないかこういった意味での平等はあってもいいと思うんですよね。 まあ、片付けも一緒にやるって掃除も一緒にやろうってこういうのは大事と思うんですけどなんか無理に育,育,育,育休とかなんかこういうのはちょっと男にしかできない仕事もあるしこの人自体責任を背負ってるわけであってなんていうんですかねこの人がだからちょっとなんか自分はこれはやりすぎやりすぎなところをまで、まあ、介入してしまってるんじゃないかなこの アジェンダーなんだからもうこういうなんか家庭内で一緒に家事もやりましょう女性の仕事も一緒に分散させましょうとかだったらこもうなんか無理になんかや,やりすぎた結果この女性で高校女,子女子高校あ女子この女子の方で入りたい学校も入れなかったわけであって勉強一生懸命勉強してるけどまあ下手したら勉強あんまりしてない男の人が 合格していいる可能性も高いわけじゃないですか、うん、まあやりすぎたらもうこういうことになるってことですよね、うん、デメリットですよねそう,、うん、そうするとあの実力主義のいいところはこのやりたい人をどんどん輩出できるで男女平等にやりすぎると今度はやる気があるのにこれで切られた人たちがやる気を失った時にどうなるのっていうとこともあるのでやはり教育部分で,であまりやりすぎるのもよくないような気もするし、うん、でも時には大切な時も あるののかなと思うので、まあ、状況によりきりだとは思いますけども何かやり過ぎた弊害が来てるのかなとは思いますし、うん、で,でこの、ね、2日間にわたって女性平等みたいな言いながら女性が不利になってるみたいな新聞社の方言ってるんですけどもそ,、ね、そもそもこのお二つの <laughs> 新聞社は記者さんとか事務員さんとかも男女に全部。 どうするんですかっていう、うん、ところを突っ込みたいなというところもあります。でもでもですよ、私たちこの沖縄の声のキャスターは出せるのが圧倒的に多いと。ああ女性の方を募集してても来ないんですよ。このなり手がいないっていうところもあるので、ちょっと完全にジェンダーギャップをなくすのは難しいのかなと思うんですよ。す女性の方で出たい方どうぞ。 うちのイハに行ってください。<laughs> あの,あの,あの僕に任せるに言ってください。ああまあまあイハさんからまあスタッフさんにお話し,しますので、<laughs> はい。まあまあこの何事もやりすぎかい、うん。そうですね。やりすぎですでもやらなさすぎもまた時にはもうにあると思うので、<う>まあそこは皆さん考えながら一緒にやっていきましょう。まあそろそろお時間なんですけど、うん、何かお伝えしたいこととかあれば。 やっぱり、まあ、最後にまたウクライナ情勢なんですけどやはりそうですまあで、まあ、昨日今日の情報まででは停戦合意がまたされなかったということで、まあ、自分としては、まあ、て自分のまあ考えですよ、まあ、みんな徹底抗戦した方がいいっていう人とかもいますけど自分は停戦合意が一番望ましいと思ってますね、まあ、これ以上まあ戦争が大きくな,なれば、まあ、どちらも核兵器持ってるわけですからね、はい、ちょっと非常に危ないんじゃないかと思いますね。 そうですね。戦果が拡大していかないことを望んでおきましょう。はい、では本日はもうこれでお時間ですね。これ締めさせていただきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。